私が行っている研究の一つが、プログラミング学習支援に、関するものです。対象者は大学生、になります。目指していることはプログラムを作る際に、いい考え方、いい作り方が、できるようにトレーニングしたいということが研究の大きな目標になっています。従来の学習システムではですね、一般的には学習者の回答だけをその分析に使いますので、その回答はどのような思考過程によって得られたか、いい考え方をしていたか悪い考え方をしていたかということはブラックボックスわからないままで行っていました。一方で私たちの研究ではその回答はもちろんのこと、その回答がどういうふうな過程で得られたか、どんな考え方で得られたかということを適切な形で分析できるようにしたいと。でそのためにユーザーインターフェース学習システムのですね、学習のさせ方を制御したり教材そのものをデザインしたりということも含めて研究を行っています。実際の私の講義ではですね、実際その研究室の中で有用性が明らかになったようなシステムに関しては自分の授業の中で使っていてと、それによって学習支援を行っています。でも実際その授業の中で使って評判がもう結構いいということになります。本当に興味を持ちやすいように工夫されていて、で、資料を読んで勉強するだけでなくって、自分で考えて、アクティブラーニングを、できるような教材になっていて、プログラミングが好きな人も、分からない人も分かりやすいような教材になっていると思います。とりあえずこれをやってみようっていうのじゃなくて、これのためにこれをやってみようって感じのが結構多いんで、出題者の意図がとても分かりやすいと思います。これからの時代、そういったプログラミングに必要となる能力が社会的にも求められているので、その社会が求める、人材を養成していければということは、もちろんなんですけど、そこでやっぱりプログラミングは非常に楽しいと面白いと思ってもらいたいということもやっぱり、ありますね。